皆さんどうもピーマンです。今回は俺と横浜の143日物語実況45回目になりますぞい。今回の実況からヤクルト3連戦が始まります。今季の対戦成績は5勝4敗と1勝勝ち越してる相手だね。今季リーグドベですから、まあその差、ゲーム差は全然少ないですけどね。セリーグはちょっと混戦してるというかですね、そんなゲーム差が離れてないので、ただ現在リーグドベのチームですからね。そして勝ち越してるということを考えれば、このカードは当然勝ち越しで終えないとダメだし、むしろ3立てしていかないとダメなんじゃないかなと思ってますね。結果次第ではリーグ1位に上がることができますから、頑張っていかないとね、このカードをボコボコにしていきます。当たり前ですよ。じゃあ対決する前にちょっとヤクルト打線のね、成績を見ていきましょう。現在のヤクルトはどんな感じ。わー、おいおい川端くん、お前はいつからイチローになったんだい。おかしいだろ。おい、3割6分9厘ですか。山田2割6分8。いや、恐ろしいね。川端ちょっと警戒していかないと。あ、ただ本塁打は今季ないんだね。なしですか。え、本塁打ゼロで長打率が4割7分もあんの。すげえな。そんなあるのかな。そんなあっちゃう。まあ、二塁打多いのかな。OPS で見ていくとこんな感じだね。やっぱ8割が揃うね。9割はいない。いいにしろ揃うね。やっぱ怖さはあるよ。出塁率も高いし、対決したくないですけどね。まあ、一戦目はチームがピンチになると私ピーマンが投手としてプレイしていきますからね。今日の先発は砂田くん、絶好調。お、いいね。いいね、あんた。あんた最高だよ。あんたがエースだよ。って言わしてほしいね。絶好調ですからね。いくらヤクルトでも抑えられるだろう。そして、打つ方では、どうしようかな。まあ、このベストオーダーだね。基本はやっぱ、俺はやっぱこれだね。これで今まで勝ってきてるので、これで戦っていきたいと思いますので。よし、じゃあやっていきましょう。必ず勝つ回収。よろしく。やってきたぜ。神宮球場での3連戦になるのかな。どの球場でも関係ないけどね。最近の結果では横浜が勝ってますからね。5月の6日の試合は負けてますが、それまでは3連勝と来てましたから。いいんじゃない？防御率 2.63。 おお、野球サイボーグマン、いい成績だね。人体を何本も切ってる人だとは思えない成績だよ。さてどうだ。おおお、1回からいきなり入っちゃう。いっちゃう、いっちゃえ、いっちゃえ。あ、入らないね。まあいいよ、分かってるからね、それは。さてこちら、うわー、今並みにツーベース。おいおい、山田にツーベース打たれるのはわかるけど、山田の前にのやつに打たれたらどうするの。お前どうやって抑える言うね。これはなかなか積んでる状況ですね。これはどうすればいいんだ。外野前進といけばいい。外野前進。ま、でもね、俺山田にね、ヒットこそは多分ね、もう対山田打率、このプロスピン2015では多分5割近くあるんだけど、ただ長打を浴びるってことはそんなにないんだよね。シングルはあってもホームラン多分2本3本くらいですから、そう考えると、ここは外野前進っていうのが意外にもいいのかもしれないね。まあ、1点も与えたくないので。よし。うわあ、ははは、最悪だこれ。うわあ、イエス、イエス、ごっつぁんです。いただきました。山田を抑えて2アウト。いい打球だけどね、前進守備がいい感じになったね。でここは、あ、外野前進、いや定位置で OK かな。バレンティンを抑えて、とりあえずこのイニングはゼロでいこう。なるほど、そうですよね。よし、スクリュー、外逃げる。あー、抑えられないのか。いや、フローよ、フローよ、フローよ。イエッサー、イエッサー、ありがとうキャプテン。誰だキャプテンって。わかんねえ、わかんねえだ、俺にはわかんねえけど、抑えたったで。フォー、素晴らしい。振り遅れてね、スライダー来るとは思ってなかったんだろうね。今完全に読み間違いですね。筒子フォアボールからのバルディリス、フォアボール、はい、来た来た来た、見ねえ見ねえ見ねえ、はい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 、一点、石川行って、はい石川行って、はい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 、この男、わお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 、石川、わおわおわお、石川、わお、最高、わお最高、わお、ありがとう、ナイス、2点タイムリーだ。もう本当に絶不調なりに打ってくれる、絶不調なのに打てるっていう、この石川のパワーを感じるよね。感謝したいよ、石川。本当素晴らしい選手だ。涙がちょっと今出てるもんね、俺。流してるもんね。まだまだ打っていこうよ。どうだ？はい、峰井の3点。ほんで、石川。ここでフォアボールからの砂田。いや、まあ、ここは大体送らないけどね。行きましょう。どうだ？
4点目、おー、ファーストエラーでの1点、はい、ま、かもかもかも、まだまだかも、はい、6点目、はい、もう勝った、はい、勝った、はい、勝った、はい、はい、7タイム、はい、もう勝った、勝った、勝った、祭りじゃ、今夜は祭りじゃ、いろんなもん持ってこい、タイ、ヒラメ、なんや、いろんなん全部持ってこい、もう食うぜ、食いまくるぜ、今日は暴れるぜ、暴れちゃうぜ、ピザも注文しろ、バカ野郎、この野郎。ワインも持ってこい、酒持ってこい、もっともっとカモンウェルカムですわ。いやいやいや、もう今日これ勝ちでしょ。ここは負けるってことはありえないって、本当にね。本当に、だよね。うん。ありえないよね。どうした？キュンどうした？この、ノープレッシャーの中、キュンどうした？お腹痛くなったのかな？わかる、すごくわかるんだけど。でもゼロで抑えないとダメじゃん？みんなそういう姿を望んでるんだよね。この点差の中、ピンチを招くってことが問題なんだよね、結果的にゼロでいいなんて言ってる場合じゃないよ。ピンチを招いちゃ絶対いけない場面だからね。はい、オッケー、ナイス、石川。おい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 、打ってはタイムリー、守備ではこの守備よ、お前が。いや、もうセカンド、日本代表するセカンドじゃないですか。山田でもなければ菊池でもない、この石川だね。次にメジャーリーグに挑戦するのは石川じゃないかな。まあ、松田というソフトバンクの選手がですね、無様なね、ことをしましたので、日本人の評価を上げるなんてことを言っておきながらね、メジャー行きをやめたので、石川には行ってもらいたいね。やっぱこの男がね、時代を作ると思いますので、頑張ってもらいたい。うん、はい、梶谷のホームラン。お前もついでいけ。セットで行こう。ハプセット。ハプセット。ありがとう。本当打ちすぎだよ。一戦目からこんなのって大丈夫かい？次行ける？次行けちゃう？怖いとこあるな。さて石田、うん、球数85球、このスタミナを考えれば今日はもう無理かな。やっぱね、油断、ね、どうだろうかな。もう終わりでもいいかもしれないな。7回裏はないな。6回だな今日は。まあ、よく抑えてくれた。ツーベース。おお、バルディリスは、おお、エラーで出塁からのミネ、おお、三振ね。で、ここがもうお疲れ様です。よく投げ切ってくれたという感想しか僕はございません。田中くん行きましょう。はい、オッケー。抑えれるよね。は？は？は？ノープレッシャー、ノープレッシャー、ノープレッシャー。自分に言い聞かして。お前ね、もう本当にね、本当に期待に応えない。ありがとう。本当、なんなのお前。誰だよ、お前。ふざけてんのか、舐めてんのか。まともにこのイニングでも、この場面でも抑えられないのか。やめちまえよ、お前。何度も言うぞ、俺は。はぁ。怒りを覚えるね、うん。山田に回すなよ。絶対に回しちゃダメだ。何が起こるか分かんない。いい球持ってるんだ。その球を投げれば、打たれるわけないだろって。はい、決まった！三振！おいで！ふぅ！よっしゃ、7回裏。乗り切った。んで、石川から始まる、セカンドフライ。もういいけどね、次にエネルギーを残しておきましょう。もうその死体打ちっていうのは僕は好きじゃないので、死体打ちするやつ大嫌いなんでね、されるのも嫌いです、するのも嫌いなんで、僕は。もういい、もう打たなくて結構結構、結構こう、というわけで。バッター誰？山田だよね。山田、対左の方が強くて、対右も強いんだけど、対左と比べたら右の方が弱い。とのことは、三上行こう、三上。また再びこの男を2軍から1軍に上げました。今日復活のマウンドなるか。やっぱこの男がやってくれないと勝てないと思う。俺はこの男を最後まで信用しようと思う。もう裏切らないでくれ。あんな苦しい思いはしたくない。俺も三上もね、行こう。はい、オッケー、ナイス。山田を抑えて、バレンティンも、はい、抑えて。竹山、ナイス、復活してるじゃないか三上。お前はもう最高だ。ありがとう三上、お前がいたら勝てるよチームは。そう思えるね。よし、最終回も行こう。川端を抑えて。はい、センターフライ。はい。レッツゴーイエー！一戦目無事勝利、三上よく抑えてくれた。いや、まあ、ただ、完全復活とは言えないね。このプレッシャーのない場面だったら誰でも抑えられる。うん、歯のないおじいちゃんでも抑えれると場面ですから、いくらヤクルトとはいえね、歯のないおじいちゃんでも、もう腕上がらないおじいちゃんでもね、その辺にいるサラリーマンでも抑えれますから、まあ、完全復活とは言えないです。ただ、被安打ゼロでね、2イニングを抑えたというのはかなりいいですよ。三上だけじゃなくて砂田もそうですね。打つ方でもこれだけの得点ですから、今日はもう打ったやつ、投げたやつ、たった一人を除いてね、ピンチを招いたやつは置いといて、すべてに感謝しようと思う。生きとし生けるもの、ウサギも猫も、アメンボも、オケラもね、
みんなが感謝しようと思うからね。うん、最高だった。ありがとう。気持ちのいい試合になったよ。ヤクルトボコボコ。やっぱ得意な相手だね、今季。これだけの勝利を重ねられたんで。あ、そうだよね。この男だよ。中島がようやく、復帰しましたよ。トレードでね、うちに来たんですけど、まさかの、ゴミを押し付けられたと僕は何度も言いましたけど、ようやくね、使えるようになりましたので、もう長かった選手登録していきましょうよ。違和感持ちではあるのかな？どうなんだろう？違和感は持ってんのかな？どこにいる？中島。あれ、どこに癒し登録？あ、これベンチだね。二軍だね。中島がいるのは。どこだ？あー、違和感はあるのか、まだ。いや、違和感はありますけど、やっぱスタメンで使っていきましょうよ。スタメンというか、まあ、ベンチには入れておきましょう。山崎は配置して、中島ですね。うん。この男をね、トレード、山口とね、トレード、日ハムとトレードして取ったんですけど、ほんと、怪我してる状況で押し付けてくるっていうね。俺はそれ知らなかったからね。全治33日くらいですよ。今日こっちに来た時それくらいでしたから、もっとひどかったんだろうね、日ハムにいた時は。分かってたら取らなかったんだけどね。まあその時内野手があまりいなかったのでね、もうこれ山口置いといてもしゃあないので取ったんですが、ようやく使えるようになったというわけで、次回の実況ではこの中島をスタメンにしてですね、そして私が使っていきたいと思いますので、明日の実況中島デビュー戦となりますので、お楽しみにね。じゃあグッバイ、また明日の実況でご会いしましょう。本日も無事勝利、最高だね。